どうも、シリュウです。それでは三国志大戦後付け実況やっていきましょう。こちらのデッキは両大孫、両宗及、主教、下記、相手は、しばし5枚デッキ、最大武力は7になってしまうもののしばしと大きいが最大効率で打てる形。しばしというカード、今回情報修正が入って武力上昇値がプラス5になりましたね。効果時間が17カウントと英傑号令に士気プラス1するだけで英傑号令大徳手腕急進の2倍の効果時間を得られるよという、かなり士気効率のいい計略になったかと思います。なのでまあ大徳や手腕や急進って2回打ったら士気12じゃないですか。それと同じ効果を士気7でやってくれる、まあ、これしばしかなり可能性あるなと感じておりますね。で、こちらは孫領で相手の王職を不平同士勝ち合う形で、主教のボディを当てて孫領の兵力を残して、河南風を撃破。ちょっとこれ早急が、うまく塗り切れてない形になっちゃいましたね。でこれは下記の方が、王騎と乱戦してて、下記が撤退前に、早急で突撃入れて、でそろそろこれ王騎撤退するかなというところなんで、ここちょっとテクイことやろうとしてますね。ずらしに行ってますね。でギリギリのところでギリギリまで時間を稼いで王騎を撤退と、いい形取れましたね。これ相手の王騎が撤退した直後なんで旅隊を貯める時間が作れそう。この旅隊というカード使っていく上でちょっとでも溜めを長く取れるように相手の部隊をずらす、このずらしがすごい大事になってきますね。このカード使おうと思うと。ただ相手には1コス牙がいるんで、1コス牙で旅隊にタッチされないようにできることなら守ってやりたい。ここはもう上げに行って相手としたら、王騎が復活してくる頃に部隊が誰か欠けていると辛いはず。特に河南風は相手にとっては唯一の騎馬なので、あまり無茶させてしまうと、号令デッキとしては万全の状態が作れないので、相手はここ確実に部隊をしっかり揃えに行く形で足並みを揃えてラインを上げに行くと。でここは主教で弓でちょっとでも削りに行きたいんで、まあ旅隊を撃つ時間を、旅隊のためにちょっとだけ時間を稼いであげたいですね。で相手は神域の知略。このカードすごいあれですよね、この画面で見るとカットインだと背景が入らないんで違和感ないんですけど、カードイラストで見ると進軍のオレンジの枠と重なってすげえなんかビタミン C たっぷり入ってそうなカラーのイラストになってますよね。なんか画面で見た方が綺麗かなって感じで、ここで旅隊が発動、武力25。早急ちょっとね、早急クソみたいな動きしてましたけど、それは見なかった方向で、で、相手のしばしを撃破する直前で駆逐の直面。これで、旅隊の兵力が全開になりそうですね。で、まず当該を撃破で、ここでもう兵力全開なんで無理して旅隊で全部撃破するに行く必要はないんですが、まあ一番もう旅隊ちょっとでも当てれればもうこれだけの武力、まあ、武力28なんでもう力とかとあれなんですからね、一緒ぐらいの接触ダメージ与えれるんで、もう当たったやつから消し飛ばしていくぐらいの勢いで旅隊が無双してくれてますね。で相手は再起の方勢、最近この即軍制圧の形流行ってますよね。この形だと復活して部隊をすぐ出した際に自陣をしっかり塗りできるので内乱も取られにくいというところですね。でここは旅隊は移動速度も上がってるんで城門に深差しして武力28白文字の、まあ、1.5 コス槍とはいえど、結構削れましたね。でここは相手の部隊を削りながら旅隊で白ダメージを取っていければ、で内乱も稼いでいってこの王職は取れそうで、王職を取れたんでちょっとここ無茶できるようになりましたね。さらに
苦物の直命の効果が続いてたので旅隊も回復と。ここはあんまり無茶する場面ではなさそうなんで、そうですね、セーフティーリードなんで、まあ無茶しないようにという形で一回損給が下がる。ただ万全の状態でしばしを打たれてしまうと、しばしの長い効果時間を生かされて逆転は十分にやり得るので、ここはもう攻めで柿を二度分けしていきたい。でまず柿1回目下方強4部台。ただ相手は全員知力7以上のデッキなんで効果時間は見込めず、短い効果時間の間にしっかり撃破取っていかなければいけないので、相手の進撃の知力に合わせて2発目かな。で柿を2度分けと。しばしに対してはもう本当に効果時間短いんで、あの知力妨害の知力係数って自分の知力より1高いか1低いかで効果時間が全然変わっちゃうんで、知力7に対しては知力8の柿の妨害計略はそこそこ続く。ただ知力11のしばしにはもうかなり短めになっちゃうんで、できることならしばし以外の部隊、落とせる部隊、カナンプーからまず撃破、落とせる部隊から撃破取っていきたい形ですね。で火器の弓と主教のボディとが合わさって王騎を撃破で、相手の王騎の復活時間がもう、次の攻めには参加できないので、これでほぼ勝ちかなというところですね。なんとなんと王宿当該まで撃破してくれる火器が強い。火器というカードはこの速度低下値が下がったので、もともと将軍の方と相性良かったんですけど、さらに将軍の方との組み合わせが良くなりましたね。というところで、ここから先は早送りしていきますか特に何もないんで、ではここまで見ていただいてありがとうございました。また次の動画も見ていただけると嬉しいです。それではお疲れ様です。